こんにちは、サイクルウォークのヒロです。いつもご視聴いただきどうもありがとうございます。今回は最初からスライド形式のお話をしたいと思います。お題はですね、私のまあ得意としているサイクルコンピューターの話ですね。各社サイクルコンピューターの新製品登場時期を予想するというタイトルです。今回の企画の背景なんですけれども、サイコンをですね買おうと思っている方いると思うんですけれども、その買ったサイコンがすぐに終売になったりモデルチェンジしたりしたら悲しいですよね。それで私、昨年年末に自分のサイコンを何にしようかっていう検討を重ねた時に、いろいろその辺のライフサイクルについても調査をしたんですね。それで前回ご紹介した候補機種決定の際にご紹介できなかった情報がありますので、それを今回まとめてお話ししたいと思います。それでは始めます。各社サイクルコンピューターのライフサイクルの話をしたいと思います。その背景として、私2020年末に自分用のサイクルコンピューター、これを新規選定しようとして様々な調査を行いました。その結果として今ブライトンライダー450っていうのを選定して購入しています。購入したブライトンライダー450ですけども、現在営業中でございまして、そこでまあある種残念な結果がありましてですね、せっかく私これいいですよって言って自分で購入したんですけど、そのタイミングが2020年末、ところがその後すぐに終売になって入手困難になってしまいました。この辺すごく残念です。この機種について今使っている間で受けた印象をざっと言いますと、大画面と高機能が魅力です。動作に関してはちょっともっさり感がありますね。ボタンを押した時とか地図を表示した時とかは特にそう思います。それとボタンが6つついています。 1,2,3,4,5,6 と、このボタンの操作性がちょっと使いにくいなというふうに思っていて、ユーザーインターフェースとかボタンに割り当てられた機能とか位置に関しての構成がですねこなれてないなっていうふうに思いました。この辺は以前使ってたレザインの方がずっと洗練されてて使いやすかったと思います。あとこれはですね、不思議と時々登録したセンサーを忘れてしまいます。その場合には登録しなさなきゃならないんですね、というような問題がありつつも、決定的な問題はないので今は愛用中でございます。はい、本題に移っていきましょう。こちらの表がですね、私が新機種購入を決定するために調査した収集データの一部なんですね。それでこの表は各社の各 GPS サイコンの機種を選び出して、それの価格コムの登録日っていうのを打ち込んでいったと。そうした場合に経過日数がどれだけかかっていて、で新型が登場したのがどのぐらいのスパンだったのか、で今はどのぐらい経ってんのかっていうのを自分なりに把握するために作った表です。それで今回この表に関してはここで掲げるだけにとどめまして、もうちょっとわかりやすい時系列の図を作ったので、それにのっとって説明していきます。各社別にそれでは説明していきますが、最初に登場するのはガーミンです。GPS サイコンという意味では代表格として1000系、800系、500系っていうのがあります。サイクルコンピューターについてはガーミンがまあ黎明期から、もっと古くからかもしれませんけど、2011年から手掛けている、言ってみればサイクルコンピューターのメーカーの王者みたいなもんなんですよね。なのでかれこれ10年ぐらいの経験があるということで、ラインナップももうこなれていて、商品の人気とかも盤石です。で見ていきますと、500系に関しては最初2011年に500を投入、2年後の2013年にエッジ 510J を投入、その2年後にエッジ 520J を投入、その後スパンがだいぶ空きまして、4年後に2019年7月にエッジ 530が投入され現在に至っています。上位機種の800系ですけれども、やはり2011年の11月15日にエッジ 800J が投入、2年後に 810J が投入され、3年後にエッジ 820J が投入されました。それで530と同時期にエッジ830が投入され現在に至っています。最上位の1000系については2014年の11月15日にエッジ 1000J が投入、3年後にエッジ 1030 が投入されました。それで2年前の2019年、530と830が投入されたタイミングに合わせましてですね、エッジ130のマイナーチェンジ版1030プラスを投入しています。
おそらくこれが投入された理由っていうのは、下位の830、530が投入されて、それがかなりいいものだったのでですね、1030が置き去りにされることがないように、基本性能を高めたっていうのが、プラスの投入の背景だと思います。ということで、2019年に今3機種が揃え踏みになり、昨年はリリースなし、今年はどうなのかっていう話になってきます。で、私の予想としてはですけれども、ガーミンは王者ですんで、性能や機能も最高品位を保ってるわけですね。それで人気も高いと。ということを考えると、焦って新機種を出す必要はないので、ここで機種の投入タイミングを揃えたっていうこともあり、おそらく次機種は今年は出なくて、2022年ぐらいに500系に関して530プラス、800系について830プラス、1000系については1040みたいなものが出るのではなかろうかというふうに思っています。次はブライトンです。ブライトンはガーミンみたいに古くからの参入はなくてですね、現行機種系が導入され始めたのは2018年ぐらいからです。ただブライトンかなり最高に力を入れてまして、個人的な印象としてはインテルを追う AMD のような存在だと思ってます。ラインナップとしては400系と700系と800系、あと最近15系っていう廉価版が市場に出されたばかりです。400系のところを追ってみますと、2018年の7月31日にライダー410が投入され、その翌年ですけれどもライダー450、私が今使っているものが投入、同年の10月1日にライダー420が投入されています。昨年2020年を振り返りますと、まずは最上位機種ライダー860が2月の28日に投入、その後年末に近い11月20日にライダー750が投入されました。このようにまあ1年単位ぐらいで新しい機種を投入していくパワーと、あと意思を持っている会社なので、この後にですね2年ぐらい空くっていうことはあまり考えづらいんですね。そうなるとこの2019年の11月1日が最新機種である400系については今年何らか出てくるんじゃないかなというふうに思ってます。現在の主力機種がライダー750なので、これをですね何らかの形でお求めやすくしたような形の400系が2021年に出てくるんじゃなかろうかっていうふうに考えております。次は和風です。和風は残念ながらサンプルが少ないですね。2018年5月2日にエレメントボルトを投入、その後2年半経過したやもこれがまだ現行機種です。上位機種としてカラーのエレメントローム、これを2019年の7月11日に投入して1年半経過しています。ところがまだ次機種のアナウンスは立っていませんし、個人的にはなんとなく出そうな雰囲気もないです。ということで今年に新機種が出るかどうかっていうのは和風のサイクルコンピューターに対する力の入れ方次第だろうなと思っていて、どういう結果になるか未知数っていうのが現状の予想です。次にデザインです。デザインもそれほど歴史は古くなくて2018年頃からの参入になっています。私が以前使ってたスーパー GPS、 これが2018年の7月31日、同時にメガ C というカラー版とメガ XL っていう大きいバージョンっていうのが投入されてます。でその後スーパー系ではスーパープロとかマクロプラスっていうのが2019年の年末あたりに投入されて、それ以降動きが全然見えません。最上位機種のメガ系は2年半経過しても何も音沙汰がないっていう状況ですね。なのでおそらくこれもデザインの考え方次第だと思うんですけれども、市場でシェアを取れるっていうふうに確実に思えば新製品をどんどん精力的に投入してくるんですけれど、おそらくデザインの市場シェアってそれほど高くないので、経営がどう考えるかだと思うんですけれども、あまり投資ができないんじゃないかなっていうふうに思っています。サリトって全く置き去りにできないので、スーパープロとかマクロプラスのように上位機種なり下位機種の焼き直し版を2021年に出すかどうかっていう程度だと思います。次キャットアイですけれども、キャットアイは低価格機種はいっぱい出してるんですけれども、 GPS 系はこのアベンチューラという1機種だけです。
で、この GPS 系といってもこのキャットアイの最上位機種がバイカではだいたい9000円ぐらい、つまり明確に彼らはセグメントを上位機種のゾーンと対決するのを避けているような気がいたします。なのでこのアベンチュラが最上位ということなんですけれども、これでもブライトンとかガーミンとかレザインの標準機種に機能としては劣っている状況なので、これを買うかどうかっていうのはあまりお勧めしないですね。この機種っていうのは、まあ自分たちのその市場での受け止められ方を試しに投入してみたっていう程度なので、おそらく次の機種が出るっていうのも見込み薄だと思いますし、このアベンチューラを買うっていうのも冒険だと思います。ポラールはあまり望みがないなという感じがいたします。現行の上位機種、V650 が投入されたのが2015年の6月2日。それから5年半経過してもこの機種を最上位として売ってる状況です。2018年の4月に標準機種の M460 というのを投入してそれを売り始めましたけども、それでも3年が経過していますというような状況を考えるにですね、ポラールは明らかにサイクルコンピューターには力を入れてないなっていうのが私の捉え方ですね。ですから2021年に何かが登場するのかって思えれば何とも言えませんねという感じですね。どっちかが登場するかもしれませんと。だけどまあおそらくこういった商品については会社の投資とか、あと裏につく技術者とかが手薄になったりしてますので、ポラールに期待するっていうのはあまり望まない方がいいのかなっていうふうな気がいたします。最後にまとめを行います。今回市場に GPS 商品を投入しているサイクルコンピューターについて、次の新規商品が出るのかっていう着眼点を主な論点としてお話をしました。まずガーミンです。ガーミンは王者の風格ですね。シマノやインテルな存在です。そのため焦る必要はなくて、2021年の新製品投入はなさそう。見ていると商品サイクルを3年周期に揃えた可能性があるので、欲しい方は今買って全然後悔はないと思います。次にブライトンです。ブライトンは再婚に力を入れているふうに捉えられます。で、2021年についてはライダー750や15ネオっていうのに関しての後継機種は早々出ません。出たばっかりなので。ただ400系を狙ってる人は新機種がかなり出そうなので、2021年は気にしておく必要があると思います。次に和風ですけども、全くもって未知数です。個人的予想としては多分新機種は出ないので、現行機種が気に入ったら購入していいのではないでしょうか。次にレザインですけれども、これも私の予想ですけど、おそらく後悔するような機能性能が劇的向上した新製品は出ません。したがって今の製品が気に入ったのならば買ってよいというふうに思います。次にキャットアイですけれども、キャットアイについては一番辛口の予想を立てます。今のアベンチューラ GPS 製品を買うべきではありません。キャットアイはやはり廉価製品を得意としている会社なので、 GPS 対応してないものをその機能を望むという人が買うべきだというふうに思っています。最後にポラールです。ポラールはどう見てもサイコン製品には力を入れてないですね。ですから新型が出る可能性って極めて低いので、現行の製品が気に入ったならばそれは購入して OK だと思います。ということで GPS 対応の高機能サイコンについて、2021年に新製品が出るのかどうかっていうのに着目して各社の製品を考えてみました。今後の皆さんの商品検討に参考になれば幸いです。それではまた次回の動画でお目にかかりましょう。ご視聴ありがとうございました。